イオシスファミコン放送局。どうもイオシスファミコン放送局です。お送りしますのはタクヤとタカセとピクラと DSZ です。はい、お送りしてまいります。今回ご紹介するのはツインビーということで、メーカーコナミ、ジャンルがシューティングで、発売日が1986年1月7日、5145円だったそうです。ほう、うん、まあまあなんでしょうかね、コナミさん的にどうなんでしょうかね。ちょっと高い、うん、どうでしょうね。でもこのゲームは僕は MSX やってるので、いろんなハードで出てますね、うん、すごい量出てた、出てますね、うん、そうね、超いいゲームです、うん、はい、じゃあご紹介してまいります。はい、 HVC ファミコン放送局はイオシスの提供でお送りします。せーの、よいしょ。はい、はい、ツインビーです。ツインビー、うんうん、ツインビー、ツインビー、2匹の蜂、ツインビー、はい、やりますか、はい、やっててもらって、はい、もろもろ説明してまいりましょう、うん、2人で、はい、はい、2人プレイで。ワンコンがひくら君ですか。ワンコンが僕ですね、はい、わあ、熱いわ、ドキドキするわ。トゥデイズスコアですよ。そう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 、で消したら消えちゃいますけどね。クモを打つとベルが出てきて、取ると色によってパワーアップするわけですよ、うん、青がスピードアップ、白がツインホー、うん、でファミコン版の場合は、赤と白の点滅だったかな、うん、それが分裂分身で、うん、赤色がバリア。博士早いよ、博士早いよ、まだ説明してるから知らないで。ちょっとこれ泣きの一回ありね。これツインホー取っちゃうと、あのベルの操作がちょっと難しくなっちゃうんですよね。そうですね、青色が5発、白が10発で、分身が15発で、赤が20発。ちなみに A ボタンで、地上を狙う弾を撃てると。あ、やばいな、なんか普通に油断してるな。よかった、これ泣きの1回あるタイプですね、パターン。よかったよかった。あのね、2人プレイなのに楽になってないっていうことに今気づいたから本気でやるあの、まあ、1人でもクリアできるゲームなんですが、2人だと結構楽っていうね。そう、はずなんですね、すごいすごい楽になるはずなんですよ、うん、あ、赤か、バリア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 を取るとなんか変な卵がベオベオ振ってきそうですね。俺さ、ボスまで行かねえ、ちょっとこれやばいな。一応ごめん、一周までやろうと思ってるんで死なないでくださいね。ちょっと泣きの一回ありね、泣きの一回ありね。ないです。ちょっと待ってよ。博士を書いたままごめんまで終了みたいな。もうこれ敵の名前とか全部あったはずなんですが、もう覚えてないっすよ。あ、そうですね、ボスの名前くらいしかまだないんですよ、実はこの時は。そうでしたっけ、うん、後付けが多くて。あ、後付けの名前を知ってるだけかな。じゃあアーケードゲーム版ではボスの名前がコンピューターの声でアナウンスされる登場かって書いてあります。オニオンヘッド将軍とか、一面オニオンヘッドらしいんですけど。で、地上物をうまく壊してるとここら辺でスリーウェイが出ることがある。そうなんだよね。MSX 版だとね、全部取ると必ず あそこで出ます。危ない危ない危ない。これオニオンヘッドなんですかね。その辺が、ああ、玉ねぎを逆向きにしたような形はしてますが。ああ、玉ねぎ頭。まあ基本的にはツインビーのボスは弱いと。うん、ボス戦の方が楽ですね。道中のザクがどんどん硬くなってくるんですよ。救急救急救急車。救急車。救急車取れなかったですよ。死ぬね。救急車残るじゃないですか。残りますね。弾を食らうと腕がもげて、一回だけ救急車が、うん、リアルだな、リアルです。腕がもげて地上物を破壊できなくなります。救急車は一回まで。あんまり、ね、頻繁に呼んではいけないと思うんですよ。横にひっつくとなんか強い弾出る。あ、そうそうそう、出ます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 。手を握るとですね、ツインフォーが出ます。ピョンピョン。まあ2人の連携が取れないということで、あとはベルを落とさずに連続して取ると点数がかなり上がる。上がります。そうですね、今更ですけど、これベルを取った時の点数縦書きですね。そうですそうです。なかなか不思議な、うん、私は敵が全滅、ピ
もうひくらくんがすごい速くなってます。俺結構再現なく速く、まあ、再現はなんですけど、速、くなりすぎるとあの敵のために当たりやすくなっちゃうんで、ついうっかり、あー速い速くなりすぎると危ないっていうね、うん、まあ、これぐらいならまだ、あ、お救急車来ません。ということは地上は俺が担当しないといけないんですよ。そうです、そうです。一人プレイやってて、そう、あのバリアがあるのにこう腕がないみたいな状況で結構辛いです。なんか落ち着いてきたみたいなんです。ストーリーをご紹介しますね。はい、宇宙暦2801年平和などんぶり島に突如としてスパイス大王を率いる軍隊が攻めてきた。誰ですかね。すごい、ナナデさんが書きそうなシナリオですね。スパイス大王は島を占領すると、島に伝わる5つの宝の玉を部下の4人の将軍に分け与え、はい、島は分割統治されることになった。あ、なんか本格的ですね。ちょっとシミュレーションゲームっぽいですよね。一方、島の外れに住んでいた風変わりな科学者シナモン博士は2機の戦闘機ツインビー・ウィンビーを密かに開発していた、うん、そしてシナモン博士の弟子、初期は息子という設定だった、アンナモンとドンナモンがそれぞれ乗り込み敵に勇敢に挑んでいった点点点。なるほど、とても安易ですね。アンナモン、ドンナモンさんが乗っているそうです。へーで終わりますよね。本当、ツインビー出た当時ぐらいにやってたんですが、うん、今さら2面が中国風なんだなと。そうですね、うん、1面は日本風だったかなみたいな。ああ、なるほど、うん、今さらですよ。あ、家が、うん、なんかそうですよね、中国っぽい。やばい、中国、中国、山になんか雲が輪っかでかかってるのが後の東方である。本当縦シューティングの始まりの方かなとは思うんですよね、うん、あ、ボス弱っ。弱いんですよ。あまりスコア差を出せてませんね。残機数ベル取らないとね、うん、問題はさ、アイテム取ってないんだよほとんど。さっきからずっと圧倒的にひくらくんが早いので、回収してますからね、生きてるのが精一杯ですからね。びっくりしました。あと、ね、あと無理はしないっていう、うんうん、博士が、バリア結構耐久力、ちょっと待って、まだ早い。いつの間にそんな死んでたの。いや、もう1面で2機だか3機死んでましたからね。結構死んでたよね。このゲーム、何万点でワンナップでしたっけ。10万点なので、死なないでベルをきちんと取ってるとどんどんエクステンドして増えていくんですけど、そうそうそう、結構いい感じで増えていくんですけど、ちょっと回収できてません、全然。もう基本的にはもう話すこと何もない。あ、来ました。キャンディー、キャンディーでしたね。スリーウェイですね。いいですね。スリーウェイがあると、そうそうそう、便利という。そうですね。便利が取ろうとしてるベルをこう打って色変えちゃうとかね。そうそうそう、妨害ができるわけです。セレクトボタンを押しながら取ると、なんか方向性が変わったりとかします。ああ、うん。そうでしたっけ。そう。うん、なかなかね、何回か取ってると結構一人になるとですね、っていうか一人用の時かなはキャンディーがいっぱい出るんですよ、意外に。そうですね、うん、そうするとこういろいろね、何回かこう方向性を変えて遊べたりとかするんですよ。へえ、うん、今こう縦ですけども、横に出るやつもあるんですよね。そうなん、うん、結構それは知りませんな。結構、ね、真横のやつはね結構使えるんですよ。使えます。へえ、ぜひとも。ここでもスピードアップ、ツインビー雑学を披露したところでね、もう一回泣きの一回があるわけでもなし。そうですね、僕は死ぬまでないですからね。そうそう、始める前に博士大丈夫って一応確認してね、うん、俺やろうかって言ったんだけどね、うん、ここだ、もうしゃあないですよね。だってファミコンだってこう HBC の見どころとしては、あ、ダメな人っていうか普通は難しいんだぞっていうところ見たいって言いましたからね。ヒカル君そろそろバリア切れるんじゃないかっていうことだけが心配です。まだ大丈夫です。まあ、大丈夫ですかね。バリアついてると確か分身は出ないんですよね。そうです、そうです、2択です。でうまくやるとバリアと分身同時に取ればいいんですね。そうですね、バリアと分身が装備できるんですね、うん、そう、あれ強いんですよ。相当難しいですね。そうで、なんだっけ、バリアじゃ分身はスピードアップすればするほど離れていくんだよね。うん、そう、つまみライク、まあグラディウス、うん、何もない、うん、あ、決まりましたね、ボスです、うん、これはね、なんかこう仮面みたいな、犬みたいなのって飛び出てくるやつですね、確かね。仮面、3面タイガーシャーク将軍、タイガーシャークかな、虎だったんですねきっとね。ああ、ええこのなんか横にいるやつが虎なんじゃないですか。どう見てもカニっぽく見えるんですけど、僕に。あ、クローデバイス将軍ですね。クローデバイス、うーん、
デバイス、むしろ上から降ってくるのがカエルと、クロウですから、うん、爪カニですね。あ、カニなんだ。まあ弱いんですけど、うん、16発とかでしたっけ。だから30ですか。なんか倍数計算だったことは間違いないですね。ツインビーといえば、うん、まあ未だになんだかんだ言って新作が出てますからね。あ、そうなんだ。なんだかんだ出てるんですよね。確かにツインビーってこういう感じじゃないか、ゲームのツインビーもありますよね、確かね。だんだんそのしました、うん、キャラ性がついていってみたいな。そうそう、なんかもうちょっと大きくなっちゃったぐらいにしてさ、後付け後付けで。うん。でもいいですよ、ね。もっと早くなった。もうなんかある程度まで早くなったら、あれ変わんないも変わんないから。うん、あと一応なんか他のハードで出てるのがですね、いろいろあって、ファミコンでしょ、うん、ディスク書き換え、うんうん、あったありましたね、MSX、はいはい、僕持ってました、 GBA、 PSP、はいはい、PSP もあるんだ、 PSE、 PSI、 DS が2007年って書いてあるんですね。え知りませんねえ、どんだけ出すんだっていう。イオシス的にはね、ツインビーのコントとかもやったぐらいですね。ああ、やりましたね。懐かしいですね。ツインビー、ウィンビー、グインビー。グインビー。3人。ディスクシステムだと3人でできるんですよ。グインビーは実在するんですよね。そうです、します、します。ただ、コントの中では偉い扱いですけど、基本的には A できております。だんだん目が進んできて、ね、ワンアップですね。取れるかな、取れるかな、ワンアップ。ワンアップ。目が進んでいくと、地上の敵がえぐくなってきてですね、うん、至近距離から弾を発射とかね。あのシューティングの重なったら弾を撃たないセオリーを無視ですよね、ええ、うん、完全に無視ですよ。この今飛んできてるやつがなんかこう白くなってる時は確か攻撃受けないのか。そうなんですよね、結構めんどくさいんですよ。なんていうか全体的に可愛らしいようなデザインになってるんですが、うん、敵の攻撃はエグいっていう。そうですね、まあ、仕方ない。無駄に食らっちゃう。敵が速い、うん、速くて硬いんですよ。そうそうそう、体当たりしてくる。体当たりバリアの耐久度はこれでセレクト、うんうん、セレクトセレクトをしながら取れると、あ、やめました。すごい、俺これ初めて見たかもしれない。初めて見た。あ、本当。これね、知らなかった。3つぐらい取ると結構変わるはず。変わるんだよ、下とか出んじゃなかったっけな、違ったっけな、昔からスインビやってたけど知らなかった。俺も知らなかった。よし、マイク大事って、マイク大事って、本番なのにないくて。ですけど、そういつの間にかバリアが取れて、これは最後のメンバーでちょっときつい戦いになりますよ、これ。まずいですね、うん、ボス戦だと前方がね弱いとちょっと。そうなんですよ、辛いですね。いや、なんか B ウィングみたいですね。そう。ありましたね、融通の効かない球の配置っていう意味でおなじみの B ウィング。あれなんか最後、あれ合わせちゃったな。道中は辛くなるんですよ、死ぬと。そうなんですよね、コナミのゲームっぽいですね。速さも何もかも具体的っていう。グラディウス同じですよね、うん、グラディウスは一応あスピードどこで死んでも、うん、スピードがなんかつくんだっけ。スピあのアイテムを持って死ねば、うん、1個はつくからスピードが1個上がるし、うんうん、あの とりあえずそこからクリアできるような場所からやり直しなんですけど、うんうん、そうだよね、はその場その場復帰なんで。あの流しっぱなしですよね、あの業界用語でいうところのね、流しっぱなしで。本人主義ですよ。ええー、まあ仕方ないですよね、もうそれもしょうがない。ああ、やべえな。ああ、楽しい攻撃ですね。ああ、ここのボスはこういう変な音出しましたね、そういえば。来ました。あ、来ました。6機もあります。はい、6機までは大丈夫ですよ。さすがに。6機しかない。うん。まあ、いろんな言い方ありますね。うん、1人でベルバシと取っていくと、すぐ100万点とかありますね。そう。1人用で初めから始めると結構点数上がりますよね。うん。うん、ここら辺で大体僕は2桁の奇数がある。そうですね。ああ、やっちまった。これはきつい。ああ、遅い。ごめんですからね。ごめん、ベルが出ないんですよ。そうそう。この敵がなんかあのお菓子のクッキーみたいな、うん、感じですね。ああ取れないか、取れないですね。戻れない。時期が遅いとアイテムさ取れないっていう、うん、悪循環になってるんですよ。厳しいゲームですね。通称ブルボンなんですけどこの敵。あ、そうなんだ。俺の中で。わかるわかる。高橋さんその命名命名わかるよ。オレンジ的敵名とかね。そう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 。ああ辛い。これは復活が間に合わない。いいですね。くそ。これはきつい。あのですね、敵の方が速くて。弾の方が速くて、また時期が当たり判定大きいですからね。大きくて追ってくるっていう。この辺でまたいやらしい敵が出てくるんですよ。取れるかな？取れるかな？
よし、取れました。1段階上がると相当楽になる、うん、ああ厳しい。やばい、クリアできないぞ。これはもう一人いればもう一人いれば待ちなさい、拓也さん。拓也さん待ちなさい。あれ、どうしてもう一人いないんだろう。そこの拓也さん待ちなさい。この敵がですね通常速度だと処理できないんですよ、うん、そう残念残念。はい、はい、まあエンディングもないゲームなんで、まあ、いいんじゃないですか、うん、皆さんやっていただくということで、うん、はい、今ピンクの人が通りましたけど、うん、残念ながら放送されてないんだけど、アメを取りに行ったっていうですね、うん、最悪ですよ。全くゲームとか関係ない、映ってもいない。はいはい、はい、うん、ツインビーでした。はい、ツインビーでした。はい、お送りしましたツインビーでした。はい、とある人の情けないちょっと待ってくれる、皆さんにコメントボスをお見せできなかった、残念。ちょっと待って、うん、じゃあ分かった。ここでは見せられませんけど、ちょっと場を改めて博士一人用でじゃあやりますよ、ツインビーを。録画しませんけど。いや録画しろよ、録画してカットしろよ。本当ムカつきますね。はい、はい、じゃあツインビー情報は、ツインビー情報、うん、まあ適当に変えるんじゃないですか。あ、まあそれだけもまあね、要はあの、種類多すぎ、いろいろありますからね。あの先週のバルーンファイトなんかだと、あのすごい高かったりするんですよ、買うと、うんうん、でも多分ツインビーは安く買えるんじゃない。あ、というかまあ見たことないけど、新品で買わなくても新しいっていうか、新しいなんだハードでやれますからね、うん、そうなんですね、バルーンファイトの方もあれだったんですけど、うん、そうですね、まあいろんなジャンルありますからね、うん、ぜひともやってみてください。はい、今後もいいソフトを紹介していくぞ。おお、また次回。HVC ファミコン放送局はイオシスの提供でお送りしました。